遠慮せず入るにゃん。にゃ、どうしたにゃ。どうしたもこうしたも、ここがあなたの家？秋葉原駅前の超高級マンション、しかも最上階じゃない。メイドがご主人様たちよりいいところに住んでるとか、ジャロから注意されるレベルよ。にゃふふ。この窓から下界を見下ろして、フェイリスは日夜こう考えてるのにゃ。もっと世界に萌えを広めてやるにゃ。約束の日、プロミストライアングルが訪れるその時までにゃ。中二病オッズ。岡部もここに来たらやりそうね。クリスティーニャ、なんか飲むかにゃ。気を使わなくていい。この家広いせいかやけに静かに感じるわね。ご家族は外出中？今日は黒木が風邪ひいちゃって休んでるから誰もいないにゃ。黒木？うちの執事にゃ。ああ、執事ね。あるわ。ねえよ。今、執事って言った？執事さんじゃなくて？黒木は、うちに20年以上使える、由緒正しい執事なのにゃ。はあ、あなたと話してると、現実と空想の区別がつかなくなるわ。っていうか、あなたって、家でもメイド服に猫耳なの？服とかたくさん持ってそうだけど。フェイリスはメイド服しか着ないのにゃ。ちなみに、クリスティーニャの着てるその服もすっごく可愛いにゃ。ああ、これは、ちょっと制服を改造しただけだから。私はこの7年間、ずっと勉強と研究に明け暮れてて、服なんて数えるほどしか持ってなかった。そうにゃの？だったら、フェイリスの服をいくつか譲ってあげるにゃ。それも、いいかもね。最後ぐらい、とびっきりのおしゃれをして、美味しいご飯を食べたいかも。最後の晩餐ってやつか。あ、でも、サイズが合わないかもにゃ。それはバストのことか？バストのことか！慎重な話にゃ。オーマイガ、今のは忘れて。にゃ。そのいやらしい笑顔は何なの？おっぱいは、もみもみすると大きくなれるっていう科学的な説があるにゃ。こら、やめよ、やめて。匂いではないか、匂いではないか。やめろと言ったろうが。照れることにゃいのに。はいはい、セクハラセクハラ。何が科学的な説よ、バカじゃないの。それより早くあなたのお父さんとドクター中鉢のこと教えて。クリスティーニャはお堅いにゃ。じゃあ分かったにゃ。ちょっと待ってにゃ。これにゃ。これってビデオテープ？でも小さい。カセットテープにゃ。音を録音するものなんだにゃ。20年ぐらい前はこれで音楽を聴くのが普通だったのにゃ。初めて見た。それで、この中には、何が？フェイリスのパパと、ドクター中鉢の会話にゃ。よくそんなもの、残ってたわね。うん。フェイリスのパパが。何？にゃ、なんでもないにゃ。パパは、大学生の頃からボイスレコーダーを日記代わりにしてたのにゃ。テープは本当はもっとたくさんあったんだにゃ。それこそ2000本以上なのにゃ。でも10年前に全部処分しちゃってもう聞けないにゃ。だけどこの1本だけパパが書斎で使ってたテーブルに隠してあったんだにゃ。ここに引っ越してくるときたまたま見つけたのにゃ。このテープ、日付がついてるわね。平成6年。16年前。パパが28か9の頃のだにゃ。うん、じゃあ、あなたのお父さんと中鉢って、同い年なのね。はにゃ、確かにそうだけど、なんでクリスティーニャンは中鉢の年を知ってるのにゃ。え？それは、その、ほら、あれよ、非ユークリッド空間における位相構造を座標とベクトルから割り出して、遮影空間を考えた結果から導き出したというか、なんというか。
なんてことにゃ。その計算で出る答えは悪魔の数字にゃ。クリスティーニャ、それは禁断の数式にゃ。なんでそんなことを。いいから早く聞かせてよ。じゃあカセットデッキをセットしてっと。よくこんなの残ってたわね。パパはレトロ PC やレトロ家電の収集マニアなのにゃ。準備完了にゃ。クリスティーニャ、覚悟はいいかにゃ。これを聞いたら後戻りできない。そういうのはもういいから。冗談を言ってるわけじゃないにゃ。どういうこと？パパたちはとんでもないものを作ろうとしてたのにゃ。これから聞くことは誰にも話しちゃダメにゃ。それがテープを聞かせる条件にゃ。安心して、誰にも言わない。どうせ私はもうすぐ消えるから。にゃ、消える。なんでもない。とにかく約束する。誰にも言わない。信じるにゃ、ラボメン仲間として。じゃあ再生するにゃ。ポチッとにゃ。